皆さんこんにちは、新龍です。今回はね、京都競馬場に行くためにね、ここ、舞浜駅に来ております。いやというかね、ディズニーリゾートは別に入ってないんですよ。ただね、出発地がね、そもそもの TD 東京ディズニー、ね、リゾートから出発だったんで、まあ、なかなかここを選んだわけですけども、本当別に東京駅でも良かったんですけどね。東京駅も一応停車地には入ってはいるんですけども、ただね、東京駅で何もすることないですよね、時間ギリギリまで。じゃあ時間ギリギリ何してるかっていうと、さっきの後ろのエクスクエアリで、ダンボの映画を見てました。あ、ダンボ非常に面白かったですよ。はい、ただね、問題があってね、俺アニメ版のダンボは全然見てないんですよ。まあ、そんな時は、まあね、そんな話はね、ちょっとさておいて、今回乗るのはね、私高速バスで苦い思い出があるんですけども、そんなバスでも大丈夫だと思われる3列シートバスに今回乗ろうと思います。ジャムジャムライナーっていうのがあったんでね、あのバス検索するサイトがあるんですけども、そちらで今見てまいりました。で、15番乗り場って場所から出るって言ってたんですけども、おそらくここを降りれば合ってるかなと思います。はい、右側には東京ディズニーランドホテルが見えてまいりました。こんなね、豪華なホテルはね、私はね、底辺 YouTuber なので泊まることはできませんね。横はもうね、はい、東京ディズニーランドステーションっていうのかな、はい、の駅舎が見えてまいります。モノレール、あ、ちょうど来ましたね。はいはいはい、ちょうど入ってきました。お、これはレアなモノレールですね。ちょうどミッキーモノレールがやってきまいりました。確かミッキーモノレールは水色の帯だったと思います。はい、着きました。ちょうど今この辺あたりが、乗り場のようです。いっぱいバス止まってますね。で、こっち側にもちゃんとね、お手洗いがあるんで、まあ高速バス今から乗るんでね、ちゃんとトイレ済ませてから乗りたいかなと思います。はい、ちょうどバスがね、今から入線してくるところでございます。私が今回乗ったのはね、ジャムジャムライナーという会社の、221便というものになります。買ったチケットはね、J 特プランというやつですね。この J 特プランってやつなんですけども、特に学生とか、あと女性限定とかいう規約はないみたいです。まあなんて言うんでしょう、飛行機とかに例えると、あれですね、セールのチケットだと思っていただけたらなと思います。またね、座席紹介とかね、感想はね、降りた後にね、述べようかなと思います。はい、ここでね、車内の紹介をしていこうかなと思います。まず、ジャムジャムライナーにはね、アメニティとして、使い捨てのスリッパと、そしてアイマスクが、もらえます。これ結構いいですよね。で、今私一瞬触ったのがこちら、フットレストになります。なのでね、シェルフラットした時にね、足置き場としてなる場所になります。ちょっと見にくいんですけど、今一瞬見えて、緑の場所が、USB 電源の場所ですね。で、今コンセントどこかなって探してたんですけども、ちょっと待ってくださいね。今動画吹き込んでるところでございますので、今頑張って私が探しております。そう、頑張って探して、そして場所どこにあったかなっていうと、はいはい、ここにありましたね。ここに、コンセントがあるので、まあ最悪携帯の充電、まあ iPhone とかであればね、 USB から充電できるかなと思います。で、ここがヘッドレスト、上下簡単に変更ができます。で、今リクライニングするとこですね。で、リクライニングを頑張ってまた探しています。どこかなと思って探して、で、後ろちょっと振り返ってね、誰もいないことを確認しました。で、結構倒れますよ、これ。結構倒れます。これがマックスですかね。はい。マックスこんな感じです。なので、まあ、国際線、例えば飛行機の国際線に例えるんであれば、本当ビジネスクラスぐらいですかね、短距離線のビジネスクラスぐらいは倒れるかなって形になります。まあ大阪までの距離であればね、これ結構いけるんじゃないかって今内心私思っておりました。
はい、私先ほどの説明少し間違ってましたね。今ちょっと暗くて本当見えなくて申し訳ないんですけども、ここが本当のフットレストです。モモのとこに来るところですね。先ほど行ったやつが足置き場になります。おそらく土足厳禁になるんでね、足乗せるときは靴下でね乗っていただけたらなと思います。結構快適に過ごせそうな車内です。はい、ジャムジャムライナーはね、東京ディズニーランド出発しました。ここからね、私は途中の大阪海名で降ります。先ほど京都行くって言ってたんですけどもね、自分のね大間さんがね走るのが土曜日か日曜日かちょっとギリギリで決定したのでね、結局日曜日走ることになったので、最初の土曜日のところはね、私ユニバのね年パス持ってるのでね、 USJ の方が近い場所、梅田駅まで行きたいと思います。まあ、終点まではね10時間25分という相当長い旅になるんですけどもね、果たして私のねデリケートな決断を持つでしょうか。はい、高速バスで最初の休憩所、海老名にやってまいりました。私ね飲み物買い忘れたんで大変でした。ということで、はい、ここで、紅茶家電の飲み物買いました。バスあと10分ぐらいで出発ですかね。サクッと戻っていこうかなと思います。いろんなバスと回ってますね。ウィラーエクスプレスとか、結局ね一緒に出発した TDA 東京ディズニーリゾート発の同じバスもここで止まっちゃってるようです。はい、今回乗るバスがこちらですね。もう乗ってるっていうか乗ってるんですけど、いや3列シート結構快適ですよね。あと 2,3 時間で沖に休憩取ってくるっていうので、まあこれ出ちゃうと次浜松ぐらいなのかな、わかんないですけどね。では戻っていいと思います。あまりこいつら話しちゃうとあれなんでね。ジャムジャムライナー乗ってきました。やっぱり3列シートなんでね非常に快適でしたね。シートピッチも全然悪くなかったです。ある意味ねこの3列シートバスだったらね乗っててもいいなと思いました。ずっとね、いや前ね本当乗った時はね4列シートバス乗ってたんで、その時はねもう辛かったです。もうぶっちゃけ言うとね、その時ね肺ぶっ壊れたんですよ。肺に穴が開いたんですね。気胸ってやつですね。ただ今回はそんなことはなくね非常に快適でした。いやもうバスも進化してるんですね。まあ、前回乗ったってもあって、ね、7年前ぐらいですよ。うん、なのでこの動画がね、そしたら面白いかなと思ったらね、高評価そしてチャンネル登録お願いします。今回のバスは快適でした。皆さんご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。